ジャパンカーレスキュー。就職したい企業第1位、ジャパンカーレスキュー広報部エリです。今日は先日動画を投稿しましたランドクルーザー300についての話題をお伝えしたいと思います。こちらのランドクルーザー300、2022年1月19日時点の見通しではありますが、今からご注文いただく際の納期は4年程度となる場合がございますとホームページに載っておりました。とある情報通の方からどうして納期が4年かかってしまうのかという真相をお聞きしましたので、真偽は定かではありませんけれども、そちらをお伝えしていきたいと思います。ジャパンカーレスキューではランドクルーザー300やアローラクロスなどいろいろな紹介動画を投稿しておりますので、よかったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではランドクルーザー300、納期4年の真相を見ていきたいと思います。ジャパンカーレスキュー。それではまずランドクルーザー300のホームページに書いてある情報を見ていきたいと思います。ランドクルーザー納期メドに関するご案内ということで出ています。ランドクルーザーは日本のみならず世界各国でも大変ご好評をいただいており、ご注文いただいてからお届けするのに多大な時間を要する見通しとなっておりますことを心よりお詫び申し上げます。今からご注文いただく際の納期は4年程度となる場合がございます。弊社といたしましては、お客様の納期短縮に向け最大限の取り組みを実施してまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げますということでホームページには出ておりました。上記は2022年1月19日時点の見通しとなります。今後の生産状況によって変更となる可能性がございますのでご了承くださいということです。でも納期が4年かかるとなると、車検のタイミングはおろか車検2回取ってようやく乗れるっていう感じですね。4年先のものを予約するっていうのはなかなか厳しい状況かなとは思います。それではなぜランドクルーザー300がこんなにも納期がかかってしまうのかという真相をお伝えします。ジャパンカーレスキュー。とある方からお聞きした情報ですので、真偽については明確ではありませんので、都市伝説としてお聞きいただけるといいかと思います。まずはこのランドクルーザー300、どうして4年も納期がかかってしまうかと言いますと、生産台数に対して受注の台数が極めて多いっていうことなんです。実はこのランドクルーザー300、国内だけでも数万台の予約受注が入っているそうで、単純計算で月間の生産台数、年間の生産台数と計算した時にはもう4年かかるという見通しになっているっていう。日本国内の場合だと注文して予約何年かかりますっていうことで単純にお待ちいただくっていうふうになるんですけれども、海外の場合は予約していたのに納期が遅れたりすると、もう車はいらないから賠償金を払ってくださいというような感じで訴訟になるケースもあったりするそうなので、そうすると販売はおろか赤字になってしまいますので、国内の生産よりは海外の生産の方を優先的に作っているという、このあたりあくまで私も聞いた情報ですので正確とは言えないと思いますけれども、どういった状況もあって、さらに国内に関しては納期が最大で4年程度となる見通しと、1月19日時点で2年から4年に納期がさらに伸びたということですね。生産能力を大幅に上回る注文が世界中から殺到しているため、異例の長さとなっています。そしてコロナウイルス感染症の影響も少なからずありまして、半導体不足に加えて、実は半導体も不足しているんですが、半導体だけでなくそれをつなぐケーブルやコネクターといったものも、以前では日本の小さな車工場等でも生産されていたそうなんですが、現在は全て海外生産となってますので、特に東南アジアなど新型コロナウイルス感染症拡大によって都市のロックダウン等の影響もあり、そのあたりも不足しているという点から通常よりも納期がかかってしまうようです。ランドクルーザー300はヤリスやヤリスクロスのように大衆車ではありませんので、もともと生産台数が多い車ではありませんので、これからご購入いただく方は場合によっては4年以上お待ちいただくことになるかと思うんですけれども、もしかしたら生産台数を今後上げていく可能性もゼロではありませんが、今は注文が殺到している状況で、あまり生産能力を上げすぎてしまうと、その後のそれが解消された後の工場の使い道等もどうするかという問題等もあると思いますので、が状況としては厳しいんじゃないかなと思います。ジャパンカーレスキュー。これから新型車を買いたいという方は、新型コロナウイルス
です。感染症の影響もかなり大きく受けておりますので、予約受注が始まりましたらすぐにご注文いただいて、なるだけ先頭の方に並ぶというのが今は新型車を早く手に入れる方法かなと思います。今後の高級 SUV の新型の予想としましては、レクサス RX が2022年中にもフルモデルチェンジかと言われてますので、そういった特に生産台数がもともと少ない高級車を購入されようと思っている方は、予約受注が始まりましたら即座に予約していただくといいと思います。他にもレクサス新型電動 SUV RZ も2022年発売の可能性と出てますので、このあたりももし買いたいと思っていらっしゃる方がいらっしゃいましたら、予約受注が始まるとともにご予約いただくといいかと思います。ランドクルーザー300の納車を心待ちにしているという方も多くいらっしゃるかと思いますので、今後もランドクルーザー300の紹介動画等も投稿していきますので、よかったらぜひまたご覧ください。この動画がよかったらチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。動画見てくれておおきに。ほなねー。